このビデオでは Wii U 本体に内蔵されているインターネットブラウザーの機能を実際の利用シーンをもとにご紹介します。ある男性が Wii U のニュースーパーマリオブラザーズ U をプレイしています。ニュースーパーマリオブラザーズ U ではこれまで通り Wii リモコンを使ってテレビ画面を見ながら遊ぶスタイルだけでなく、ゲームを一時中断し場所を移して Wii U ゲームパッドだけでゲームの続きをプレイすることもできます。ゲームの仕様にもよりますが、 Wii U 本体から電波の届く見通しの利く部屋の中であれば、 Wii U ゲームパッドを持ち歩き自由に好きなところでゲームをプレイすることができます。この男性はムササビマリオを操作するうちにムササビとモモンガの違いが気になったようです。ゲームを遊んでいる最中にちょっとした調べ物がしたくなった時にはホームボタンを押してゲームを一時中断させ、インターネット検索をすることができます。 Wii U ゲームパッドでは画面内に表示されるソフトウェアキーボードを直接タッチして文字を入力することができるほか、1文字入力するたびに予測表示される単語の候補から調べたい単語をタッチで選ぶなど、手元にタッチスクリーンがあることでこれまでテレビゲーム機が苦手としてきた文字入力がとても快適に行えるようになりました。インターネットでの調べ物が終わったら、ホームボタンを押してゲームに戻ります。はい、もしもし。おお、どうした？おお、久しぶり。男性はゲームの途中でサッカー中継の時間になったことに気づきます。Wii U ゲームパッドの右下にあるテレビコントロールボタンを押すと、ゲームパッドでテレビを操作できます。ゲームを中断しテレビのチャンネルを変え、そしてテレビを見ながらゲームの続きを遊ぶ。これら一連の操作がゲームパッドだけで行えます。Wii U ゲームパッドではインターネットブラウザーを使い、動画サイトなどに掲載されている動画を視聴することができます。また同じ動画をテレビにも映し出し大画面で鑑賞することもできます。さらにテレビに動画を映しながら手元のゲームパッドの画面では次に見たい動画を探すといった2画面ならではの使い方もできます。